はい、どうもこんばんは。高助の部屋高助です。ご視聴ありがとうございます。このアングルめちゃくちゃ久しぶりっすね。最近は工作会だったり、メタルギアソリッドやってたりしたんで、まあ工作会でですね、ここのちょっと遠くて見づらいかな、なんていうんですかね、操作パネル側この辺いろいろいじって今こんな感じになってます。和柄でね、まあちょっと金筐体とあんまり合ってないんですけどね、ボロボロになってきたんで金のところを全部これから和柄に変えていこうかなってところで、まあある程度操作もできるようになったんで、久しぶりにこのアングルで DDR をやろうかなと思います。はい、まあちょっとね、足の方怪我してたんで、でまだ治ってないんですけども、そんな激しいことはできないんで、今日はちょっとシングルの方をやろうかなと思ってまして、まあ過去のね、あのプレイステーション2とかの作品だったらそんなに難しい曲もないですし、まあ楽しくやっていけたらなと思います。ちょっとね、どのバージョンやろうか今考えてるんですけどもね、はい、次のカットで、はい、なんか遊んでいけたらいいなと思います。30-40分ぐらいかな、動画撮れればいいかなと思ってます。今日もよかったらご視聴よろしくお願いします。はい、それではやっていきたいと思います。家庭用フォースミックスを起動してみました。まあ、あの YouTube なんでね、版権の都合上かけれない曲とかあると思うんですけど、というかね、昔のバージョンはそういうのが多いと思うんですけども、粉折りとかやっていけたらなと思います。はい、まあその都合上このスピーカーのボタンがあるんですけど、ね、あの曲が OK なところになったらスピーカーのボタンをオンします。はい、ね、オールミュージックにしてあるのかな、懐かしいな、ちょっと準備運動しながらやっていかないとね。はい、まあ、ベーシックからやっていきましょうか。まあ、天国とか今残ってるから、そんなに左回りか、左押すと右に行くのか、この辺は半券だからできないかなってなると、なかなか残ってる曲ばっかりになっちゃうんだよね。ああ、いい曲いっぱいありますね。まあ、残ってる曲ばっかりになっちゃうよね、半券だと。グルーヴとか半券引っかかんないかな、引っかかったら引っかかったでカットしてると思うんだけど、どうだろう。いやー、懐かしいね。多少何曲か手つけてるね。普通にまあどこだろう、ほとんど半券になっちゃうね。あれだね、あの普通に今残ってる曲をやってもいいんだけど、まあやろうかなと思うんだけど、せっかくだからソロモードやろうか。6パネルですね。はい、これだったらフォースを起動した意味があるかな。よいしょ、まあ簡単なのからね。じゃあね、まあ B4U 普通に6パネルとかどうなんでしょうかね。まあベーシックからやっていきたいと思います。音量どうだろう、ちゃんと入ってるかな。はい、じゃあベーシックいきたいと思います。あ、画面がすぐこっちにある。セレクトがこのパネル取ってあるんで、ソフトリセットの危険はないですね。斜め押そうとしてソフトリセットって昔はよくあったんですけど、判定がめっちゃ早い。目押しが、お通しはそんなことない。あ、お通し、そうだ、オプションで調整したんで、お通しは大丈夫だと思う。左右同時押しとかがなんか4パネルと変わんないはずなのに遠く踏んじゃうよね、これ。視覚の問題かな。おお、ベーシックなのに8分がある。
いや結構ベーシックでも難しいな。判定がですね、秒針値がやっぱりモニターの都合上すごく早いですね。あ、曲をね消さないとね。そうそうそう、危ない危ない、半券引っかかっちゃうとこだった。今ワンツースリーフォーセブンかかったけど大丈夫かな。はい、そうそう、リザルトで一回一回ねスピーカー切っていかないと。半券が怖いですね。ほとんど半券なんで、キャラクター変えればよかった。まあいっか。そうなるとでも残ってる曲ばっかりになっちゃうんだよね。消えてない、消えてしまった半券、あ、シェアアイラウトが大丈夫じゃないの。ディヒカルトやりましょうか、これじゃあ。ダメだったらカットされてると思います。はい、これ粉掘りだよね。なんで消えたんだろうね。ディヒカルトトリックっていうのが当時の。出だし超むず。ちょっと床の都合上でバー持ってやりますね。お、むず。トリックでしょ、めっちゃむず。回転不便だ。微妙に春気で難しい。難しいね。ちょっとねアップしないと体に悪いね。まあ、そんな難しくはないけど今んとこ。あ、そうだ、消さないとね。はい、シューティングスターとかってやっても大丈夫かな。これダンスマニアだっけ。セイントゴーズマーチングとかもそうだよね。できる曲少ないな。そしたら配信にすればよかったかな。まあいいか。あ、リーサイとかある。ふぅ、イフユーアーとかも。ハイポノジッククライシスとかってさ粉折りだよね。これもディヒカルトというかトリックやりましょうか。あ、でもマニアック楽しそうだな、やりたいな。ちょっとアップしてないけどいけるかな。レベル8だって。普通に難しいもんね、これ4パネでも。早速ミスった。むずい。なんか幅広い譜面。お、むずい。
最後すごいひねりだね。むずむずいぞこれ。よしよし次。なかなかねこの折りがないね。エクストリームとか起動した方が良かった。粉折りが書いてあるんだ、ここに。粉折りオリジナルリミックスって。これをやってけば半券引っかかんないかな。グルーブ。グルーブってフォース家庭用なんだ。レベル8ある。アーケードってマックスぐらいで入ったよね。隠しておくかな。エミナ、髪の毛の色すごいね。あ、むずい。むずいむずい。アーケードのソロのバーってすごい曲がってたよね。こういう普通のバーじゃなかったよね。プリンみたいな配置きた。あ、慣れてきた。むずっ。ちょっとタオル引きますね。ちょっとバーにタオルをかけます。はい。むずっ。はい。これビートマニアとか書いてある。 Get me in your sight のリミックス、ビートマニア from って書いてある。やっても大丈夫なんじゃないかな。エラもビートマニアってなってる。どこから来た曲って書いてくれてるの嬉しいね。これ分かりやすいね。ふう、結構疲れた。難しいぞこれ、このゲーム。トリクラとかめっちゃむずいんじゃない。レベル9ついてるし。いやー、オリオンの遅い方とか8パネでやるとどうなんだろう。原曲行きましょう。なんか4パネと8パネの譜面が混ざってるみたいな。してる。このスキップとかだって8パネの譜面だもんね。あ、でもここのリズムシングルっぽい。完全にオリジナルってわけじゃないんだ。この辺オリジナル、オリジナルじゃないか。あ、ミスった。4パネよりははるかに簡単。ふう、4パネの今でいう激譜面と8パネダブルの激譜面を混ぜて斜めに変えましたみたいな配置ですね。これ面白い。まあ、レベル9にしては簡単なんじゃない。あ、レベル8だこれ。
これ今ちっちゃいから分かりづらいと思うんですけど、オリオンとかにこの CD ジャケバナーがあるのいいね。ちっちゃくて見えないな。でもこれね、青い方ね、リミの方なんか多分海みたいな青いところに飛行機、ジェット機が飛んでるような絵だと思うんだよね。ちょっと小さすぎて分かんないと思うんだけど、はい、ちょっと水飲みます。こっちのレベル9は絶対難しいよね。コース家庭用初出だと思います。6パネなんで、せっかくなんでやっていきましょう。これもこれシングルダブルそんなに不面差なかったから、6パネでもそんな違くないのかな。オリジナルだったらいいけど。遠い。あ、分かんない。コナミ3連符じゃない、これ。今のリズムで叩こうとするとわけが分かんない。むずっ。あ、見失った。危ない危ない危ない、めっちゃむず。パネルどこ踏んでるか分かんなくなってくる。めっちゃむずこれ。ふう、やばい、思ってたよりむずい。斜めがね、どこ踏んでるかやっぱり難しいですね。慣れないですね。あ、ミッドナイトブレイズなんてある。これなかなかないんじゃない。マックスで確かアゲドには入った気がするけど、すぐ消えたんだよね。これもフォース家庭用なんだ。おっ、ここに踏もうとするとめっちゃむずい。なんだそれ。いや、むず。交互に踏んじゃダメっすね、このゲーム。めっちゃむず。あ、丸ボタン踏んじゃった。ふう、ビートマニアの曲はやっても大丈夫じゃない。リーサイとかって多分最高難易度だと思うけど、あれでも8だ。9が最高難易度だから、やっぱりオリオンって最高難易度だったんだ。はあ、ハイヤーですら7あるもんね。ふう、
古畑やりたいけどね、判件引っかかっちゃうんだよね。エラとかソフランするよね。ドントストップで6。ふぅ、あ、バーニンザフロアとかある。いいね、やりたい。レベル8。ちょっと潰れて見づらいけど、レベル8。登場しやっかい。お、踏めんだこれ、コンボに踏める。結構斜めから下がね、遠いね。斜めから下がこう、下からひねったりとかね、斜めがめっちゃむずい。はあ、6パネル楽しかった。はい、もういいかな。ちょっとバージョンを変えたいと思います。違うディスクに入れ替えます。はい、少々お待ちください。はい、バージョン入れ替えました。まあフォースもね、面白かったんだけど、6パネル難しいね。はい、MAX2 です。なかなかまたレアな作品、プレイステーション2になりましたね。さっきまでプレイステーション1だったんですけども、はい、これもね、半剣曲を避けながらシングルを普通に4パネルをやっていこうかなと思います。はい、ちょっとベーシックからやろうかな。ディヒカルト、スタンダードっていうんだっけ、この時。ライト、スタンダード、ヘビー、チャレンジ。鬼か、鬼。うわ、懐かしい。これもちゃんとバナーの右上に何出身みたいな書いてあるね。アイフィールって今残ってるよね。ふぅ。いやー、ダンスマニア曲をやるとね、怒られちゃいそうだからね。シークレットランデブとか懐かしい。あ、これダンスマニアの曲なんだ。スピンザディスクいいな。もう今ないしね。ディヒカルトあたりをやりましょうか。はい、まあ、今と違って、音がでかかった。今と違って上下に画面フレームがあるんで、なんかプレステ2音でかいな。倍速が少し遅めでいいかな。あ、ここのモニターエクストのままですけど、気にせず。MAX2 といえば家庭用は NG 判定が辛いんですよね。ビビドのまんまだった。やっぱプレステ2になると判定が綺麗ですよね。安定してる。モニターがちょっと遅延してるんで、ただなんだろう、いい感じに早判定、今の近況体ぐらいやりやすい。あ、間違えた。喋りながらやるって難しい。でマーベラスがまだないので MAX2 は。
げえ今のとこ遅判定。ちょっとオプションでソロ入れましょうか。矢印の色ですね、今でいうレインボー。はい、ノートにしてなかったんで。ノートがですね、ゲーム上のオプションでしかないから、まあ、変えてもいいんですけど、ソロを使っていきましょう。この辺懐かしいんだけど、全然今版権の都合でできないんだよね。結局今ある曲は、あ、カインドレディ大丈夫じゃないの。やりてー、カインドレディめっちゃやりたい。いや、これカットされてないことを祈りますよ。です、 1.5 のソロを入れていきます。レインボーですね、今で言う。はい、まあ、若干色違うんですけどね、今と12分の色が違うのかな、まあ、そんな12分ないと思うけど。いい曲。あ、ゲッタ。結局ちょっと音量調整。いやー、あ、落ちちゃった。グレート4。今何分ぐらい撮ってる？もうちょっとやろうか。今日はフォーストマックス2だけやろうかな。はい、ふう、今消えちゃってる曲、祭りジャパンとか大丈夫なのかな。鬼限定だけどやりたいね。はい、 1.5 ちょっと早いかもしれない。パネルが調子悪いかもしれない。謎リズム、あ、ちょっと右パネルが調子悪いかも。後で直しときます。いい曲。フリーズアロー踏んだ後のさ、 OK の表示めっちゃでかくない？すげえ気になるあれ。いやー、面白いね、昔の作品は。 画像がね、結構ね、プレステ2いじったら綺麗になったんですよ、まあ、モニターも
だいぶ調整したんですけど、あ、この辺ダイナマのリミとか今選べないもんね。やりたいね。原曲ダイナマとか今選べないもんね。これめっちゃいい曲っすよ。よし、頑張ろう。最後難しいね。グレートさん、いや、いい曲です。はい、ダイナは原曲入ってないのかな、まあ、サードミックスやればいいやって話だけどね。そしたら、あ、カインドレディのリミがある。これも大丈夫でしょう。やりたい、やろう。まだ時間大丈夫かな。歌詞が入ってないやつだったと思う。家庭用限定曲。トリプル A か。やった、ちょうどいいや。これでキリがいいんで終わりにしようかな。今日はやれました。サブモニターに映ってるかな。はい、じゃあ今日は、フォースの6パネルと、MAX2 のシングルをやりました。次回またよかったらご視聴ください。何やろうか全然考えてないんだけどね。はい、よかったらご視聴ください。また、はい、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。